議員経験ない中で、まあ、選挙出たわけですよ、そうするとね、やっぱり、まあ、平民化なってるわけですよね、一般人化なってるんで、人前で演説とか、あの話をするときに偉そうに言えないんですよ、私なんかがっていう気持ちが常にあったんで、でも金子さんはですね、ちょうどいい上から目線なんですよ、程よく人が期待をしてくれる、ちょっとこれぐらい上から目線、上から目線で話をしてくれるんで、なんか威厳があるように見えて、それがとっても羨ましかったんですよ。あ、もともとも資質が上から目線、うん、生まれながらにして上から目線なんでしょうね今いないところで悪口言ってますね今よく聞いたらただの悪口ですよねちょうどいい上から目線だあ、でもやっぱりあれってあんま下から行っちゃうと響かないですか。そう、意外とだから威厳がなくなってしまうので、そう、なんかお前ちょっともう少し威厳出せよとか言われるんです。